今日もうち来るよね。そのまま泊まればいいよ。え、あ、どうしたの？あ、いや、着替え持ってきてなくて。コンビニで買ったら。あ、ひまわり。この季節に珍しいね。これ、まこちゃんにプレゼントするよ。おはよう。あれ、まこ昨日と同じじゃない？あの、これはもしかして今頃夜遊びデビューしたとか。そんなんじゃない。何があったの？ちょっとやめてみなさい。違う。半沢さん、ちょっといいかな。はい、何でしょう。あ、いや、ちょっと向こうで話そうか。はい、ちょっとごめん、待ってて。何でしょうか。いや、来月うちの部署急遽配置換えするんだ。はい。それで半沢さんの派遣契約っていつまでかなと思って。来年の3月までですけど。そっか、3月ね。はい。終わり。なんか賑やかですね。今日終わりじゃん。あ、今日はお泊まりしないで帰ってきたんだ。さすがに3日続けて同じ服で会社に行くのは。でもホテル行きましたけど。うん、お疲れ。山本さんって弁当男子のくせに肉食だね。ちょっと真子、悩んでんだからさ。悩んでんの？あ、何？ごめん。あ、いいえ。何、いや、あの、私全然感じないんです。痛いだけで。え、それなのに山本さんに合わせてほぼ毎日？ね、それさ、正直に言った方がいいんじゃない？なんか言いにくくて。それに山本さん、私のこと本当に好きでいてくれるっていうか。昨日もあれプレゼントしてくれて、ひまわりが太陽だけを向くように僕だけを見てって。おーもー。まあ確かにひまわりは太陽の方だけ向いてるけどね。そうなんです、お互い太陽とひまわりみたいになろうって。太陽だけ向いてるひまわりか。ちょっと、どっかでご飯食べてその後うち行こうよ。あの今日は映画レッドショー見に行きませんか？いいよ。じゃあDVD 借りて帰ろっか。家の方が二人きりでゆっくりできて好きなんだね。どうしたの？あの、私会うたびにっていうのはちょっと。え？あたし、あれがちょっと。あれ？痛いだけなんです。私の体どこかおかしいんだと思います。山本さんのこと好きですし、真剣にお付き合いしてます。ただ回数を減らしてもらえませんか？それって僕のことを本気で好きじゃないってことだよね。そうじゃないんです。きっと私の体の問題なんです。私にそういうのは向いてないのかも。やっぱりまだ木崎さんのことが好きなんだね。え？昨日だって嬉しそうに木崎さんについて行ってたもんね。違います、あれは仕事のことで呼ばれて。そんな言い訳いいから。山本さん、ごめんなさい。行きます、お家行きます。山本さんが言うのは木崎さんともう話したりしません。痛いのも我慢します。だからもういいよ。僕はこんなに真子ちゃんのことが好きなのに。全部なかったことにしよう。おはようございます。果てしなく続く黒とたわいなく繰り返されるゴシップ、いつも濡
さん、派遣会社の方が話あるみたいだよ。今月末でここ辞めてもらえないかな。え、だってまだ契約期間が。ああ、残ってるのは分かってるよ。ただ組織替えがあるらしくてね。でも受け入れてもらわないとうちが困るんだ。正直君の評判あまり社内で良くないらしい。評判？え、そんな。いや、言っちゃなんだけど、君ここの複数の男性社員と関係があるらしいじゃん。社内の噂らしいよ。違います。男性関係なんかで解雇されないうちに自己都合で辞める方が賢明だと思うよ。その腕の中で眠り、マコなんだって。契約切られたの。そうなの？よかった、私じゃなくて。でもなんでマコだったんだろう。そうね。ね、知ってた？マコって山本さんと木崎さん二股かけてたらしいよ。そうなの？半沢さん。あ、木崎さん。君にはなんていうか悪いことしてしまって。いいえ、お世話になりました。実は桃子ちゃんと連絡取れてないんだよね。え？半沢さんなんか聞いてない？いいえ、私は何も。そっか。あの、桃子と付き合ってたんじゃないんですか？いや、そうじゃないんだよね。そうなんですか。いや、いいんだ。とにかくごめん。じゃあ、元気で。あ、はい。山本さん、いろいろありがとうございました。やっぱりまだ木崎さんと。あ、違います。契約が切られたのも男にだらしないからなんだってね。違います、それはただの噂です。まさかその噂僕が流したなんて思ってないよね。そんなこと思うわけないじゃないですか。僕のせいじゃないからね。